はい、今回は3月の9日、教育リーグ5戦目、阪神対中日について振り返っていきたいというふうに思います。本編に移る前に一つお願いがございまして、このチャンネルは阪神タイガース情報を定期的に配信しておりますので、阪神タイガースファンの方でですね、まだチャンネル登録していないという方がいらっしゃれば、チャンネル登録のほどぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは本編に戻っていきましょう。阪神対中日ドラゴンズ教育リーグ5戦目ということで、まあ一軍のオープン戦はですね、まあなんと8連敗ということで、まあ非常に重苦しい雰囲気漂っていますけれども、教育リーグの方はですね、勝ったり負けたりということで、まあ今日はですね、阪神勝利ということで、8対7で1点差ゲームを制しているというような感じとなっております。はい、ヒットはお互い11本ずつ出ていまして、エラーも1つずつということで、で、まあ、ここをどう見るかということなんですけれども、まあ、打線活発だねというのも一つなんですけれども、まあ、投手の方がですね、ちょっとだらしなかったんかなというような試合展開でございます。まあ、そういうところをどういうところから見るかというと、フォアボールの数なんですけれども、まあ、ドラゴンズがですね、フォアボール9イニング数で9個出していますし、阪神タイガースも9イニング数で6個出していると。で、デッドボールも1つですね。っていうところで、まあ、教育リーグらしいというか、大味な試合になってしまったかなというところで、まあ、この8対9と、8対7という結果なんじゃないかなというふうに思います。で、投手の方からですね、順番に見ていきましょう。今日はですね、先発投手、及川投手が先発しているんですよね。まあ、一軍のオープン戦でも登板していましたけれども、セットからの、投球っていうところが課題だなというところで、岡田監督はおっしゃっていましたけれども、今日の結果から言いますと、5イニング数を投げて、打者19人に対して、被安打3、三振3、フォアボール3、暴投1ということで、失点、責点ともに1という形となっておりまして、まあ、フォアボール3つということで、やや多いかなというふうには思うんですけれども、まあ、ある程度、まとめてきたかなという感じですね。で、まあ、ランナー出した後のセットの投球っていうところもですね、見ていきますと、まあ、1イニングですね、1イニング目に、まあ、先頭打者にヒット打たれまして、まあ、その後はですね、まあ、キャッチャーゴロ、フォアボール、ライトへのヒット、サードゴロということで無難に抑えていますし、2イニング目もですね、まあ、フォアボールでランナー出してしまいましたけれど、その後空振り三振センターフライと。で、3イニング目もですね、先頭打者ですね、フォアボール出してしまいましたけれども、サードゴロ併殺打見逃し三振ということで抑えていますし、最後5イニング目もですね、まあ、レフトへのヒット打たれた後に、まあ、セカンドゴロでエラーっていうところで出塁してしまって、出してしまって、その後ピッチャーゴロの時にですね、点数一つ取られてしまいましたけれども、まあ、そこから大崩れするということはなかったかなというところで、まあ、課題のセットっていうところはですね、まあ、教育リーグという、まあ、少しレベルが低くはなりますけれども、課題としてはクリアできているんじゃないかなという感じですね。で、あとは佐藤蓮投手、岩田投手、森木投手ということで、まあ、それぞれ1イニング、まあ、森木投手は3分の2イニング数ですね、ずつ投げていまして、で、ここがまあ、ちょっと大炎上してしまったというような感じで、まあ、佐藤蓮投手がですね、まあ、1イニング数を投げて、打者7人に対して、被安打2、フォアボール1、デッドボール1、暴投1、失点、自責点ともに2ということで、大乱調ですね。で、岩田投手はですね、まあ、1回を打者4人、被安打1に抑えて無失点だったんですけれども、森木投手ですね、もう森木投手も心配なんですけれども、まあ、3分の2イニング数を投げて打者7人に対して、被安打3、三振1、フォアボール2ということで、失点、失点ともに3ですね。まあ、森木投手ですね、まあ、去年ぐらいからですね、ちょっとおかしくてですね、まあ、その傾向っていうのは変わらずということで、まあ、本当に素材はピカイチですし、まあ、ドラフト1位高校卒投手ということで、まあ、大きな期待背負っているだけにですね、今この状況っていうのは非常に苦しいと思うんですけれども、まあ、森木投手に関してもですね、まあ、去年1年間なかなかこう思うように結果が残せなくて、まあ、今年の冬、まあ、いろんなことを考えながら、迎えたこの春だと思うんですけれども、ちょっと引き続きですね、まあ、厳しいピッチング続いていますけれども、まあ、もともと1年目の時は大きく通用していましたし、まあ、もっともっと成長していくんだろうなというような期待も非常に大きかったものなので、このちょっと1年ちょっとぐらいですかね、まあ、非常に苦しんではいますけれども、まあ、ここから這い上がってくる森木投手を期待したいなというふうに思います。
で、その後ですね、まあちょっと森木投手の調子が悪くてということで、途中、イニングの途中からではありましたけれども、松原投手が、1回と3分の1を投げまして、まあ打者6人に対して被安打2、暴投1、失点実績点ともに1ということで、まあ、松原投手もですね、まあ支配下、これから狙っていかなければならない立場ですので、まあいろんな状況で、投げることになると思うんですけれども、まあイニングまたぎであったり、イニング途中であったり、まあそういうところでもしっかりと本来の力を発揮できるように頑張ってもらいたいなというふうに思います。はい、まあ投手に関してはですね、ざっくりこんな感じですかね。まあ全ての試合、見ているというわけではなくてですね、まあオープン戦終わった後に、まあ、2倍速とかでちょっとバーッと走りながら見るみたいな感じで見ているので、まあ細かいところまでちょっとお伝えすることができはしないんですけれども、こういう状況となっておりますね。はい、で打者の方も順番に見ていきたいんですけれども、今日打者の方はですね、11安打ということでですね、結構ヒットは出ているんですけれども、複数安打払っているのが、山田選手ですね。素晴らしいです。であとは渡辺亮選手2安打、戸井選手、片山選手それぞれ2安打と。でヒット1本に打っているのは島田選手と豊田選手、あとは福島選手もヒット出てますね。まあ、キャッチャー前への内安打ということで、まあ、渋い当たりですよね。はい、まあ、こういった形でですね、ヒットそれぞれに出ていまして、まあ、その中でも光るのは山田選手ですね。ライトへのスリーベースと、レフトへのツーベース、それにフォアボール1つということで2打数も2安打ですね。まあ、去年のいつも選手を思わせるようなこう活躍というか、まあ、高卒1年目ながらですね、春からしっかりと打てている、まあ、総合力の山田というようなイメージでですね、守備打撃、そつなくこなすというようなタイプなのかなというふうには思っていましたけれども、まあ、右中間へのスリーベースなんかはですね、まあ、逆方向、外角の球をですね、逆方向にしっかりと弾き返すというような感じで、パワーも見せてくれたかなというふうにも思います。まあ、このショートで、やっぱりこういうふうな形で長打も打てるってなるとですね、まあ、本当に頼もしいですし、まあ、このショートのポジションっていうところで、まあ、守備も打撃もっていうことになると、まあ、本当にこれままね、こう順調に成長曲線描いていけばですね、まあ、重になるんじゃないかなというふうに思います。で、このアマの中でもですね、山田選手に関しては、まあ、非常にもともと総合力も高い選手ですし、まあ、野球エリートの道を進んできたっていうような選手ですよね。まあ、そういう中でですね、プロに入ると結構挫折してみたいなところもあるんですけれども、まあ、そういうところもこうまだまだこれからですけれど、少しずつクリアしていってもらえばいいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、まあ、あんまり期待しすぎるとですね、また打てなくなるとちょっとその時に見ていて辛いなというふうにも思うので、しっかりと、まあ、落ち着いてですね、見ていきたいなというふうに思います。あとは戸井選手もですね、今日は4打数の2安打ということで、まあ、ライトへのスリーベース1本、まあ、こういった形でですね、戸井選手やっぱり打っていくっていうところがですね、まあ、最大の魅力ですし、まあ、守備よりもやっぱり打撃の方をですね、どんどん磨いていけば、まあ、セカンド、ショートの守備っていうのはちょっと厳しいかなというふうに思うんですけれども、サードで生き残っていくとか、そういうようないろんなパターンを考えられますので、まあ、こういった形で、とりあえずやっぱり打つ方に全集中してもらいたいなというふうに思いますね。で、まあ、教育リーグに関しては戸井選手結構当たりも良くなってきていてですね、まあ、ヒットの数も増えてきているので、まあ、戸井選手、2年目、3年目、このあたりでですね、まあ、一気に躍進するっていうこともあるんじゃないかなというふうにも思い、期待しておりますので、まあ、戸井選手に関してもですね、まあ、これからいろんな、動向であったりとか状況っていうのはお届けしていきたいです。はい、まあ、こんな感じでですね、今日はサクッとにはなりますけれども、教育リーグの状況をお伝えさせていただきました。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。